じゃ皆さん、本当に長い時間あの、映画見ていただいてありがとうございます。あの農業に携わっている方は、今日、何人ぐらいいらっしゃいますか。今のところ、挙手を見,見る限りはゼロですよね。で実はね、この映画を、えー、日本に持ってこようというか。 もう配給がつかなかったのでこの映画を、えー、じゃあ日本でやろうで配給権を買ってみんなでなんか字幕もやって考えようってその言い出しっぺいになった、えー、レイモンド・エップっていう人北海道の長沼っていうところ夕張郡でまあ 新千歳空港からそんなに遠くないところでえずっと農業をやってるレイモンドさんと話してた時にそのまあ僕あの見せてもらってそれで思ったのはその農業の話だしと放牧が多分一番中心になる部分でそれでその。 そのこの映画をその東京の人たちに見せたって意味ないじゃんってその何もしちゃいないしやんないしその中目黒の人はその畑とかね田んぼどころかホットケーキもまともに焼けないっていうか今ホットケーキを焼くのに100円ショップにじゃあ長谷さんじて何か買ってくるとか,なんかそ,そんなことやってて。 その食料自給率ゼロ、食料何にも生み出してない人たちに、これ見せたところで、で、なんかそういう、あの、意地悪なことを言ったら、レイモンドさんはちょっと面白いことを言ってくれたんですね。彼はね、その農業っていうのは、その、もちろん、あの、畑、田んぼ、その、 え、他の生き物と協力して、微生物の力も借りて、それで、いろんな、その作物って言われるものを作り出す。まあ、あの、生き物の肉とか乳も、それを、こう、供給する。そこが農業だってみんな思ってるけど、実はそこで終わらなくて、農業っていうのは、その、食べるところまでが、その、入る。 だから、レイモンドさんに言わせると、皆さんも農業に携わってる。皆さんも、あ,あの、一切何も食べないで生きてる人何人ぐらいですか、ね、<laughs> っていうふうにすると、多分みんなの手が上がる、なんか、あの、あの、その、食べてる人って言ったら、みんながそれに参加してる。で、食べることも脳、脳の、その、 範疇に入るっていうことを彼が言ってて、それでどう食べるかっていうことが多分。そのどう耕すか？とか耕さないかとか。どう育てるかっていうことと同じ。レベルで重要なんだっていう風うにレモンさんは言ってたんですね。だから1日に2回3回。まあ何回食べるかによって、そのその人が実は農業に参加してて。 で、その参加の仕方がすごく重要だ。まあ、この映画の中でも、あの、食べる人と作る人のつながりを描いてる部分もあって、レイモンドさんはそこが大事だから、この映画は、その、特京の、その、何も生み出してない人たちにこそ見てもらいたいって。だけど、多分、遠い話に感じることを、 そういうふうに感じる人が多いと思うのでまあちょっとこうおしゃべりしながら、えー、みんなとこの作品の中で出てきた人たちの距離が縮まっていったらいいなとあの思います。食食べべるるに何、ね、何をどう食べるかって選選ぶ選び方で何が 現象として引き起こされれるるか変わるけれどもでも僕らねこの今中目黒青葉台にいてその手に入るものが限られているんですよねだから今もうまさにねあのもうホットケーキミックス混ぜたのにフライ返しがないって気づいて 100, 年100円ショップに走ってるで上映の前に実はあの 来てくださった方が走って卵を買いに行ったって <laughs> スーパーに。であの今日持ってきてるホットケーキミックスっていう、まあ、これが一番の肝心要のものかどうかあの分からないんですけどあのなんでホットケーキ焼こうとしてるかっていうと、えー、レイモンドさんここあの似顔絵もついてるのでもし後でドア,アップで。 取れたらちょっとレイモンドさんがどういう顔してるか分かるんですけど、レイモンズさんが、えっと、その、長沼で育てている小麦で作ったホットケーキミックス。レイモンドさんの農場、メノビレージっていうところに行って、奥さんの新谷明子さんが、先週引いてくれて、袋詰めしてくれたホットケーキミックス。で、ちょっとシールが貼ってあって、Turkey Red Wheat。 英語で書いてあるんですけど、このターキーレッドっていうのは、ええー、まあ、小麦の原種、原種に近い小麦なんですけど、レモンのさんがわざわざ、あの、農林水産省の許可を得て、それでアメリカから、アメリカにその、その、ターキーレッドっていう品種が残ってて、それを持ってきて、で、北海道の長沼で育てて、で、ほんのちょっとしか持って、 あの、輸入の許可が出ないから、それを育てて、で、全部種にして、で、一粒の種、千粒になれ、一粒の種、千粒になれって祈りながら、え、作って、で、全部種にして、で、もう一年作って、全部種にして、で、三年目から引き始めて、で、今年、これが四年目かな。で、なんか、原種に近いから、多分まあね、こう、医者に、あの、 いろいろ文句言われるかもしれないけど多分小麦アレルギーの人もこうこれだったら大丈夫みたいなものになってるはずですでこれをあので,でこの映画で繰り返し繰り返しキーワードとして出てくる第一再生農業 Regenerative Agriculture をまあ実践しているところで作ったのでそのこれをみんなに味わっていただきたいなと思って先週北海道から スーツケースにいっぱい詰めて運んできたんだけどでも中目黒に運んじゃったんです <laughs> これがちょっとこう運の月きっていうかねあの違うところに運んだらちょっとこうリジェネラティブアグリコルチューの中で飼われている鶏の卵を調達できたかもしれないしねあのこの器に先週入れたあの宮地牧場の その、草しか食べてない、しかも、もう加熱もしてない父が手に入ったら多分、もうとてつもなくいいホットケーキになったと思うんですけど、でも中目黒のスーパーで調達するしかないんですよね。だからもう、炊きレッドと、ちょっとこう、ギャップが生じるようなものと混ぜて、それでしかもこのスタジオで焼くから、あの、本当はね、薪焚いて、その火の上で、 こう煙出しながらこうフライパンでしかも鉄の古いフライパンで焼きたいんですけどそうじゃなくてあのホットプレートみたいなんいうでそうすると電気が加わってもうあらゆる意味で劣化していくんですけどでもそういう中にいる僕らがその限られた選択肢の中で何を選ぶかっていうそこからあの考えてそれで組み立て直したいなっていう。 思いがレイモンドさんにあって、で、この映画を、ま、彼が無謀にも配給券を買って、それで配給会社でも何でもないのに、あの、こう、そこから字幕とかの作業が始まった。で、やっと日本語の字幕がついて、えそれで見ていただける段階になって、ちょうどその、去年なんですけど、その時、僕、北海道に、 でて、でネモンさんのところに、あの、みんなで合流して、札幌で上映会をやった上映会の日、すごい雪が、うん、あの、降って、でも、あの、その、ちょうど途中にある丘玉縄文展示室に寄って、それから札幌の会場に行ったんです。昼間は、あの、ちょっと縄文のことあの、僕、今ちょうど、その、その時からなんですけど、あの、縄文の絵本を作ろうとしてて、 で、子供たちも一緒、いろいろ、あの、友達の子供たちもいて、じゃあそこに行って遊ぼう。岡玉っていうのはその、札幌の空港が作られたところ。で、今、新千歳っていう、あの、まあ、あれは空軍の基地を使ってるんですけど、もともと岡玉っていう。で、それを、まあ、あの、開発して、作るときに縄文の土器とかがもう、もう、ザクザク出てきて、 で、それで、ちょっと展示してるんですね。で、面白い、僕全然、その、何にも、その、想定してなかったんですけど、その、縄文の展示室に行って、縄文の展示室の入り口にある最初の大きい、あの、その、案内板を見たときに、この映画のテーマと、同じ話題がそこに書いてあったんです。この映画の、ね、一つの大きなテーマは、えー、炭素。 炭素がどうなってるか、炭素をどうするかっていうことなんですよ。もう炭素っていう言葉、100回も出てきた。もっと出てきてる。炭素固定とか、地中固定とか、そういう。で、二酸化炭素、CO2 っていう言葉も、もう、うんざりするほど出てきたんですけど、なんとその、炭素っていうものが引き起こしてるとされる、この温暖化、気候変動が、 この、岡玉縄文展示室の展示ガイドの、その最初の入り口のところに出てくるんです。もう、開口一番って感じなんです。縄文文化と石狩定地帯の遺跡。縄文の自然環境。長い寒冷な氷期氷の期間ですね。が終わって、千、え、ごめんなさい。 一万五千年前頃から急激な温暖化が進みます。やっぱり排出が増えて、縄文の人たちがいっぱい薪とか燃やして、それで気候変動を引き起こしたのかって思いますよね。だってそうでしょだって僕らが今、あの、 車とか、もう石炭燃やして、工場やって、近代化、産業革命でいろんな CO2 出して、それで気候が大変なことになって、あったかくなってるって思うかもしれないけど、これ何も最近始まったことじゃなくて、1万5千年前頃から急激な温暖化が進む。で、寒冷な、 気候に適応したマンモスなどの大型動物は環境の急激な変化によって絶滅してしまいますって書いてる。皆さんね、あの、北極の氷が溶けて、その、白熊が困ってるって見たことありますかあの映像、あの白熊が氷がなくて、野生こけて、あ、かわいそう。あれは多分、あの、野生こけた、年を食った白熊を見つけて、そういうふうに。 あの、写真撮ってるだけだと思います。あの、白熊で、あの、泳ぐのが得意なんです。氷がなくても何ともない生き物なんだけど、あの、その、マンモスとかは、この案内板の定説によると、その気候変動によって、まあ、対,対応できなくて、適応できなくて、絶滅したって言われて。白マは結構、あの、適応能力が高くて、 えっと、今多分、白マの、うん、長い歴史の中で結構、頭数が多い時代に入っている。別に減ってるわけじゃないですね。でも、マンモスとかが、えー、こういう絶滅してしまいます。えー、1万3000年前頃から寒冷化が進みますが、1万1500年頃から再び温暖,温暖化が進み、それまで不安定であった気候が、 安定するようになります。っていう入り口から縄文時代の繁栄を、あの、語ってるんですね。つまり、ここから、こう、何が、あの、わかるかっていうと、この気候変動、まあ、今ね、煽って気候危機っていう言葉も使われるんですけど、これは、あの、その、僕らにとっては、ちょっとこう、初めての現象みたいな、その、感覚で捉えるけれども、 実はその、初めてじゃなくて、繰り返し繰り返し、このダイナミックな地球の動きの中で引き起こされていること。で、人間が引き起こしている現象だっていうふうに考えるのは、多分、あの、人間の、その、えなんていうんですかね、不尊っていうか、人間の思い上がりっていうか、まあ、うぬぼれっていうか、 まあ人間が人間がすごいってどこか勘違いしてて人間がそのやってることがえ地球までこう大きく変えるっていうふうに思ってそれでこう真に受けてるような気がします一種のなんか迷信みたいなところがあって人間が地球をあのこう,こう地球のその気候を全部変えちゃった 自分たちがすごいんだって。で、すごく悪いんだ。すごい大変なことを引き起こしてるっていうふうに、あの、否定しながらも、実はそこにある種の、その、うぬぼれがあって、その、それがそそられるから、多くの人が、あの、人工的に、えー、気候が大きく作り変えられてるっていうふうに、勘違いしてるんじゃないかなっていうふうに思う。で、 それ、この丘珠縄文展示館でこれを見て、それから札幌に行って、で、この映画を仕上がったのを初めて見て、そしたらこの映画の中で、あの、その気候変動と CO2 の関係について、ほら、あの、そもそもね、これ、渡辺さんがそれをね、気になってるから、この上映をやったんですけど、それについて、この、あの、登場するインリコ、 アグ、インディゴ、インディゴ、インディゴアグっていう企業のトップのデイビッド・ペリーさんが、あの、途中で面白いこと言うんですね。えっ、ー、と、私たちが、あの、一緒に、えー、その、事業に取り組んで一緒に、あの、商売している農家の皆さんは、えー、農家の皆さんの中には、あの、インディゴアグと、 やりとりして取引があるその農業をやってる人たちの中には、えー、人間が気候変動を引き起こしてその CO2 の排出が地球の環境に大き,大きく影響してるっていうことを、えー、全く信じてない人がいるって言ったんです。でもそれはあんまり関係ないんだ。その つまり地球,は地球の,その温暖化とか気候変動を人間が引き起こしてるんだでなんとか排出を減らさなきゃいけないってそれをその間に受けない人と間に受ける人がいてでペリーさんによるとその間に受けない人たちがその農家さんの中には結構いてでもそれはその 一緒に組んで何かをやることには全然関係ない。っていうふうに彼が語る場面、あの、ちょっとこう事務所の中で語ってる時にさりげなく言うんですよね。で、その時、ああ、なんかそこにこの映画の,あの一番重要なポイントがあるなと思ったんだけど、その後何回か見る機会があって、で、字幕の 語訳をみんなで直すっていう作業もやって細かく見ていったらあのだんだん分かってきたんですよねつまりこの映画に出てくる農家でうんその地球温暖化説、えー、気候変動人間がひき引き起こしている気候変動のそのその仮説を、えー、真に受けたり信じたりしてる人は多分えっとあの 昆布を育ててる漁師と、あと大規模に、あの、大豆と麦と、あの、トモロコシをメリーランド州の、あの、ワンのところで育ててる、あの、農家と、多分、その二人だけだと思います。で、あとは、えっと、全然真に受けてないんです。メリーランド州のカレーと、 それからコネチカット州の漁師と、たぶんそれだけだと思います。あとは、あの、CO2 排出したこっちゃねえよ。クソくらい。あの、気候変動を知らねえってやってるんですよね。そうすると、あの、対立が起きるはずなんですよ。だって、僕がね、東京で、その、観光、あの、あの、環境を、 を大事にしようと動いてるあの人たちとかその SDGs に取り組んでる人たちとかあのそういうリベラルリベラルでその地球が泣いてる地球が困ってるってあの危機感を持った人たちとやりとりすると必ず喧嘩になりますでアメリカに帰ってその同じようにリベラルで取り組んでるあの人たちとやるともう僕はもう 過激な、あの、キリスト教原理主義者扱いになるんですよ。だから、すごい対立軸になるんですよ。その、地球温暖化、クソくらい、知っじゃねえ。そんなの、フィクション。っていう人と、地球温暖化が大変だ。地球が泣いてる。もう一、一刻も早く、その、電気自動車に切り替えなきゃとかっていう人たちと、もう、これがもう、大変な、 対立塾でも正面衝突するような状況なんですよで僕はだから結構いろんな人とあの正面衝突したりしてあのこの10年でどれほど友人を失ったか分かりませんもうすごいですよアメリカのリベラルのあ友人知人ももう,もうメール返してくれないんですよ僕はもう「地球温暖化説」 なんだっけ会議主義者じゃなくて、否定、あ、否定論者だ。地球温暖化否定論者にされるわけ。で、そうするともう、おさま・ビンラディン並みにやばい、あの、髭もそのために伸ばしてるようなか。なのに、この、 地球温暖化、気候変動大変だと唱えてるデイビッド・ペリーという、もうボロ儲けして、その炭素の幻想の取引で、マネーゲームで稼いでるカレーと、そのチワワの、えーまあ、砂漠にされてしまったところを、牛の、牛たちの力で、そのもう一度、 え、牧草地というか、その草原に戻そうとして、地球温暖化が排出によって、人間の、あの、その CO2 排出によって引き起こされてるって、これポぽっちも真に受けてないカリージョさん。あの、かっこいい、あの、カウボーイハット買うって、その、仲間と話してカリージョさんと、デイビッド・ペリーって、その、ニューヨークにいた彼、その、彼らの間に、 対立軸がないんだってデイビッド・ペリーが言うんですよ。で、これが何なのかっていうのは僕にとってはすごく面白かった。だって、対立軸で僕はちょっとでもおかしいでしょって、って言うともうすごい、あの、ことを言われるんですよ。アメリカでも日本でも。でも、考えてみたら俺、農家さんとそういう話してないんだ。ていうか、農家さんと話すと対立軸も何もないんだ。つまり、東京の中目黒で、その、 地球のの環境のことを何も実際にやらずにこう幻想の中で取り組んでるリベラルの皆さんと僕の間で対立軸が起きるんだけどその対立軸自体が実はそこが正面衝突の,あの現象が起きるようなあの感覚があるけど実はその正面衝突も幻想なの。でデイビッド・ペリーがそこに何もその 矛盾も対立もないって言ったのは、その、どっちみち炭素が地中に入らないとやっていけないんだ、僕ら。だからそれを、あの、その気候変動が大変だ。だから大気中の CO2 を減らさなきゃって、その、それを思ってる人も結局できること一つしかないんです。 CO2 を、あの、その、大気中から違うところに入れて、もし減らしたかったら、まあ、あの、科学者はいろんな、その、CO2 を、あの、固定する装置とか開発するけど、その装置を作るために CO2 をより多く出しちゃうんです電気自動車と同じなんです電気自動車やればやるほど CO2 を増やす。原発もそうだし、ソーラーこそ CO2 を劇的に増やして、毒も増やして、汚染も増やして、 で、風力も何の役にも立たないから、その、唯一、その、こ、固定したかったら、唯一できること、CO2 を大気中から地中や海の中に戻そうと思ったら、できることは、あの、一つしかない。で、それも、その、インディゴっていうならずもの企業のトップのデイビッド・ペリーが、正直にこの映画の中で言うんですよ。一つしかないんです。これです。これこれ。植物。 あの、光合成、緑素、洋緑素。これしかないんですよ。彼らしかできないです。人間は CO2 減らすって言ったって無理ですよ。僕はあの、ね、別に CO2 排出を、すごいいい香り。<laughs> CO2 排出全然気にしてないけど、皆さんと違って僕はあの、自分の脚力で今日、板橋区熊野町から、 自転車を漕いできたんだよ。お前らはその電車に乗ったり、自動車に乗ったりして CO2 を出しまくってるでしょ。でも、でも僕だって自,自転車を漕ぎながら、汗かきながら僕も出してんだよ。結局。だから、人間ってその CO2 減らせって言われたって、減らせないの。何もできないですよ。俺たちは出す方の。 だから CO2 を減らせって言われたら、うん、あの、植物になればいいんですかっていう。それしかないんですよ。人間性を否定してるんです僕らは CO2 を、僕らは CO2 CO と仲いいの。CO2 は敵じゃないんですよ。毒でもなんでもない。だけど、植物はすごい。植物はその CO2 を取り込むわけでしょで、これは白樺。これは北海道のアポイ岳に入ってた白樺の。 枝をもらったんだけど、あのここに入ってで根っこのところに炭素を持ってきます。で、その根っこがその豊かな。土にこう根付いて、そこにあの生えていれば、その根っこの先に今度はチンコンチンっていう。面白い。擬音語みたいな名前なんだけど、そのキンコンキンがいてで、彼らはその炭素をもらって、それでもっともっとその他の菌。 土深くく伝えていくそれでこうどん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 いってでみんながそれをまあ一つの栄養素として共有するわけ木が下ろすし草も下ろすしあらゆる植物がそういうことをするで根っこが豊かにあの深くこう生えてそれでその水とその炭素を両方ちゃんと取り組んでそこで繁忙していれば。 そこで成長していれば炭素がどん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 地中に入るんですでそれで土が有機物でいっぱいで金でいっぱいになるんですでもう理想的な例えばあの開拓する人たちがその、えー、農機具その隙とかをあのアメリカに持って渡っていく前の,そのアメリカの西部の草原とかあるいは あの、カリージョさんが、その、今、放牧しているチワワのところ、あそこは、あの、もっと遡って、500年前まで遡ると、もう全部草原で、もうバイソンが、もう、100万頭動いてて、大津の羊も、もう、何万、何十万といて、で、その生き物たちが群れを成して、大きな群れで動いて、で、その、 彼らをあの狙う肉食,肉食の動物もたくさんいてそれでその群れで行動しながら自分たちを守ってそれであの凄まじい負担をその大地にかけて食って食ってうんこいっぱいして糞をいっぱい落としてそれでもう昆虫も菌もわーっときて彼らの体内の菌もいてそれで大地を作っていったその頃の大地はどうやら この映画に登場する専門家によると6%ぐらいがあの有機物だっただからもう,あのこうどこまでもその,その黒々とした水分いっぱい含んだもう香りがすごいその土がもう、うん、5メートル6メートルその草でも草の,その根っこが6メートルぐらいこう下まで伸びていてで全部つながっていて。 その状態があって、そこに開拓の人たちが入って、隙を入れて、植えたらもうめっちゃ取れるわけ。だって有機物6%が、あの、もう水分と一緒にその土の中に入ってるなら、それは、あの、肥沃で理想的。で、そういうね、隙を、隙を入れたときに、あの、ニコールマスターズっていう、あの、 いろんな農場にあの関わってるあの放牧のことでこう専門家になってるニコールさんはその最初の開拓者たちがその初めて隙を入れた時にその根っこがこう切れるわけだよね鉄の,あの農機具でそしたらその音がもう1キロも離れたところまで聞こえたピシュンピシュンピシ,ュン,ピシュンってその無知の音だったっていうんですね。 どこまでも響き渡ったっていう、そういう、あの、伝説があるけれども、それぐらいの、その、力強い知力があって、で、その草原が成り立ってた。で、じゃあ、今の、同じ、その土地の、アメリカの、あの、西部の、その、今、農業が大規模で、に繰り広げられてるところにいて、その、普通に耕してるところの土の有機物を、 測ると1.5%ぐらい。有機物の70%ほどが炭素なんですよ。だから、その、ち大気中のその炭素が増えてる、CO2 が増えてるって当たり前じゃないですか。その別に、あの、工場があるからとか、車が走ってるから、トラックが走ってるからで、あの、そんなの計算に入れるほどの排出量じゃないんですよ。 排出減らしましょうって言ってるけど排出じゃないでしょその大地の含んでた水分と一緒に炭素が全部出ちゃったんだよその耕してるから農薬巻いてるから根っこのその6メートルまで伸びてたその菌根菌の天才的なその無限のネットワークを潰したでしょ。 それで炭素が出ちゃったでしょで水分が出ちゃったでしょそれで気候がおかしい。あ、当たり前ですよ、気候がおかしいのは。だけど、その、その人間の排出でそれが起きてんじゃなくて、大地が干上がってる。まあだから人間がやったって言えば、やったって言えるかもしれないけど、人間で、じゃあそれを、あの、縮こまって、あの、排出の制限をやって、その、いろんな規制をかけて、 もうコンビニのフォークも取り締まってホテルの歯,歯磨きもブラシも取り締まって細かいところまでいろいろ規制をかけてそれで何かこう出口戦略になるかというとゼロ意味ないでなん何でかというとその大地がその炭素を取り込まないとその大気中の、えー、二酸化炭素は減らない。 で、僕は別に大気中の二酸化炭素を減らすって考えてること自体がアホだと思う。減らすとか全然そんなことじゃなくてどうやって豊かなその土を作っていくのかってそれだけ考えればいい。そうすると自動的に入るんですよ。炭素が問題じゃなくてその干上がってるところが問題でしょ。不毛の地に仕上がったところが問題なんだけどでも その商売になるのはその、えー、排出なんですよ。それが儲かるんですよ。制限して。であの排出権取引をやればいいでしょ。そうすると儲かるんです。で炭素の固定固定権というか固定効果もそれをあのマネーゲームに組み込めばそこからそこから利益を生み出すことができるけどでもそれ 自体は問題解決に何かつながるっていうことはないしその炭素が出ちゃって今 CO2 が増えてるっていうことがあの異常気候を引き起こしてるっていうより僕はこの水が大地が含むはずの炭素だけじゃなくてその水が出ちゃってることがその豪雨とか干ばつとかをあの引き起こしてるんじゃないかなと僕は思う。でもあの僕はそう思って 他の人が違うことを思って、えー、誰かが指定論者で、誰かが推進者でその、そこに対立があると思ったら、その対立は実はあの幻想の世界の対立であって、どっちみちやらなきゃいけないことは、あのその土の中に、そして海の中にある。で、それをまあ、僕は全然評価しないけど、デイビッド・ペリーっていうインディゴ・アグのトップが、ちゃんとあの語ってる。 結構面白いこと。セイボリーっていう男がいましたよね。あの、テッドに出てたおじいさん。セイボリーさんはそのセイボリーインスティトゥートという組織を作って、世界の全ての大陸に50以上のその支部があって、で、この映画の中では主にアフリカで指導してて、マサイの皆さんに指導してたんですね。あの、始まる前の話でちょっと触れたんですけど、その、 えー、映画に出てきたムサさんっていう彼もマサイでマサイってあの小さい時にこの下の歯を抜くんですよね。だからその歯のすごいそれで歯並びがあのいい状態になるのであの抜くんですけどその彼もマサイの歯並びだったし話もそういうあのマサイのルーツのある人だなって感じられるんですけどムサさんが そのマサイの人たちにあのそのあの保護区の中で、えー、その指導してたんですね。で彼が言ったのはそのセイブリーインスティテュートの、えー、メソッドでエノキッシュっていうその、えー、と個人が持ってる広大な土地が今自然保護区になってる。ママサイマラは一応 ケニアの国立もっと広いセリンゲッティと地続きのところなんだけどそれに続くその,あの地主が持ってる保護区があってその中でエノシ衆とあともう一箇所あの放牧を中心に第一再生をやろうとしててでそのホリスティック管理法ってあの字幕では翻訳してたけどそのセイブリーさんがまとめたその放牧の方法 ムサさんがマサイの人たちにそれをあの教えるで木,木になんか地図をかけて外で話しててマサイの,あの放牧やってるみんなが聞いててそういう場面があ,のあったと思うんですけどそのマサイのみんなにこういうふうにあの教えてその指導をするとみんな喜ぶんだっでなんでかっていうとあの彼らのおじいさんたちがやってた放牧とそっくりだから。 <laughs> つまりセイブリンさんの,その放牧の方法はあの、えー、なんか新しいホリスティック管理法の、えー、第一再生農業の,その新しいこれからの世界って言うけどちょっと一世代前のマサイが普通にやってたことで,でそれをちょっとまあ戻すっていう経済の圧力がかかって放牧権も制限されてマサイの皆さんが。 あの昔だったらもう一家族一家族の一村で例えば500頭買うっていうのは普通だったんだけど今500頭買えないんですよそれだけの放牧ができないだからその小さい群れになっちゃったその50頭とか早くとそうするとその小さい群れでしかもその放牧地が限られるからその放牧の仕方が変わっちゃったこ,ここ数十年ででもおじいさんたちがもう 500頭とか飼ってた頃はみんなやり方はセイブリーさんのやり方でつまりその群れをギューッとまとめるわけでえっとそのままとめたときに一人そのエノキッシュの地主が言ってたんだけどその500頭の牛が1頭の生き物になるそういう発想はこれなんでそうやるかというとえー、それがその 草原を作るメカニズムで牛でやるんですよね。マサイは牛を飼うあのアメリカのあの肉牛を育ててる皆さんも牛を飼う。でも別に牛じゃなくてもいいんです。あのカリージョさんが500年前まではバイソンがもう何万何百万といた。そのバイソンでもいいんですよ。あと大あの大つの羊でもいいんです。 あるいはアフリカに渡るとねちょっと生態系が違うから、えー、シマウマでもいいのシマウマとヌー一緒でもいいヌーだけでもいいしあの他のゾウも含めて水牛も含めて草食動物でもいいんです。で人間はその牛を飼う羊を飼うヤギを飼うその時にその放牧の仕方を人間に、ね、関わってやらなきゃいけないんだけどその アフリカでその牛を飼うときにあの映画にも出てきたんだけどライオンがいるんですよでそれから、まあ、あのヒョウもいるんですよね木の上にいることが多いんですよでチーターもいるこのヒョウタンを譲ってくれたマサイの皆さんはもう日常的にそういう生き物とあの関わってるしで僕もあのマサイマーラーに連れて行ってもらってこの映画に出てくる場所に僕も あの2019年に行ってそれであの歩いてたんですけどそこに牛の群れを連れて行ってその牛,牛がこうパラ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 とあのまとまらずに歩いてたら取られるライオンはす,もうすぐ取っちゃうよだけどその群れをギューッとまとめてでそのあの映画の中にはそのちょっとこう鉄の囲いの中に入れてたでしょそうすると入れないんですよライオンだってそ,のそんなところ 入ったら蹴ら蹴れて脳卒中であのひどい目に遭うよ牛だって黙ってないから。であの面白いことにその牛たちを人間たちが飼うときにそうやって工夫してムサさ,さんがその教えてるセイブリーさんが Z でそういうあの話をしてるけどなんとそのセイブリーさんの話聞かずにムサさ,さんの指導を受けずに。 何にもそういうホーリスティック管理法を知らずに生きてるシマウマはまさにホーリスティック管理法で回ってるんですよ。なんて偶然でしょう。シマウマはなんでテッドを見てないのに、なんでセイブリーさんのおっしゃらかる通りに動くのか、これが不思議なんですよ。 なんでだと思いますかライオンがいるからなんですよ。そのライオンがいるからまとまっちゃうんですよ。まとまってないとアウトですよ。で、まとまってると強いんです。で、ライオンがそのシマウマを取りたいんですよ。シマウマ美味しいはずだよね。僕まだ食ったことないんだけど、絶対美味しい。で、そのシマウマをこう見るわけ、その遠くから。 それで草原ですからねライオンもその,その下バレないように見つからないように近づいていってもう,もうよだれ垂らしながら見てるんだよでその野生の生き物シマウマを取ろうと思ったらもうあのすぐ捕まえないと向こうがあの長距離競争になったら向こうの方が強いからでそのためにはな狙いを定めなきゃいけないだだから一頭だけがこう そ,その辺外れれているると取れるんですよだけど群れでしょそうすると群れの中のこの一頭って決めるわけこれあの肉食動物の,その捕食の方法として決めなきゃいけないでブレたらそれでもう0.1秒のそのちゅが生じると取れないんですよだからその「こいつだ」って言ってもう何が何でも取るっていうでやるんですよでライオンがそうやって決めて もうその取りたいやつのケツを見つめてそれで行くんですよ。ところが群れでしょ。でシマウマたちはシマシマでしょ。そうする何をするかというとシマ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 群れで動くとライオンはどのケツが自分の取るケツなのかわからなくなって取り損ねるんです。シマウマのシマはそのシマ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 のためなんです。めっちゃ目立つでしょ。カモフラージュじゃないですょ。あれ惑わすために。 だけどそれは村、む、群れで動いてないと効果ないんですで。ヌーだってその群れの大作戦。バイソンだってそうだったし、その大陸問わず、草食動物はみんなそうだったし、草食動物はまとまって一つの生き物として動いた。その何万年もそうしてた。その何万年もそうしてたから、そのとてつもなく豊かな、その、えー、草原ができたんです。 つまり、あるところに行って、その草をめちゃくちゃ食って、いっぱい糞を落として、糞転がしの仕事をいっぱい増やして、それでまとまって次に行くんです。そうすると、ここが、もう、草っていうのは、その、いじめればいじめるほど強くなる。あの、もう圧をかけて、草の種を、その、食いながら撒いて、その、すっごい豊かな、その微生物を、 その供給してその土の微生物とその調和してやるとそこがより豊かな草原になってで次に行ってそれでまた次行ってっていう形だからそれをそのチワワの砂漠地帯で同じことをやろうとしてるわけカリージョさんそうすると徐々にその戻るわけアフリカもそうなんですで。 やってるわけじゃなくて、その先人たちっていうか、その野生の生き物たちが、あの、野生が成立してた時代にやってたことを、こういうふうに、あの、やろう。つまりその人間が地球を救わなきゃいけない。人間がその地球温暖化を止めなきゃいけない。人間が、あの、壊した大地を人間が何か、 やらなきゃいけないって、その言ったってできないんですよ。人間ってその、あの、石炭燃やして地球をダメにすることはできない。地球に大量の毒を撒いて、えー、海を、あの、劇的にその、えー、毒殺して、それを劣化させることはできる。だけど、その、再生させることはできない。じゃあ誰ができるかというと、あの、こういう人たち。 こういうい植物とそれからこういう植物とめちゃくちゃ仲良くしてその素晴らしい営みをする草食動物がそれをやるでこの映画はそこをあの中心に描いてる映画の中でねその、えー、セイブリーさんがテッドテッドで言ってるからねもうテッドって100%詐欺だと思うんだあの番組。 ろくなやつ出ないよね。出演以来来たら僕出るけど、でも多分来ないと思うんだ。あの、テッドに出てたセイブリーさんが言ったんだよね。あの、rising population って言ったんだよね。あの、人口が増加してる。世界の人口がもう、あの、100億人に何なん,なんとするって。で、これがその地球の危機を引き起こしてるって、彼が。 言ってたけど、あの、この部分に関しては、僕は、あの、えー、全く違う、えー、見方をしていて、その、人間が多い、しかも人間が増えすぎて、人間が、あの、多いから、地球が蝕まれているということは、あの、とんでもない罠だと思います。えっと、 僕はな、ね、んでそう思うかというと、まあ、あの絵本作ったり結構その年齢制限のない作品書いてることが多くてで一番大事な読者は大体2歳児3歳児4歳児で、まあ、そういう仕事だしそういう感覚だからその幼稚園とか保育園とかあの、まあ、子どもたちが集まるところに。 招かれることもあるし、子供たちと一緒に詩を作ったり、なんか、川で遊んだり、そういうことを結構やってて、で、一度も、あの、多すぎる、多すぎると思ったことないんですよ。いろんなところに行って、場合によっては100人単位で子供と遊ぶんだけど、もっといっぱい行ったらいいなと思うんですよ。もう子供が多すぎるって、その感覚自体がもう、あの、アクセスできない。 子供が多ければ多いほど楽しいし、子供のその存在を否定するその機能が僕に備わってないんですよ。生まれたらもう最高に嬉しい。生まれないことが悲しい。生まれたら素晴らしいと思うし。だから子供が多すぎるって思わないから、その子供だった人たちが多すぎると思わないんです。 で、生まれてることを否定する、あの、感覚はない。だから世界人口が多いって結構だと思います。もっと産めば、産みましょう。みんなでもう、婚外子も含めて作りましょう。あの、日本のあの、今の首相も言ってましたよ。異次元の少子化対策をやりましょう。僕も大賛成。もうみんなでやりまくりましょう。もう作りましょう。っていう感覚なんです。 だから人口が多いってセイブリさんに言われると、あの、張り倒したくなるてめえに言われたくないし、で、もし本当にセイブリさんが、あの、人間が多すぎると思ってるなら、さっさと死ねばいい。だって一人しか減らせないでしょ合法的に減らせるのは一人だけでしょみんな。あの、あの、大量虐殺とかね、いろいろ、みんなをワクチンで不妊にするとか、 えー、立ちの悪いいろんな方法はあるけど、その人間がその減らせる人口は、その倫理的に法的に考えたら、まあ、あの、特権階級の人たち以外は、僕ら下々は一人しか減らせないでしょ。で、だから本当にそう思ってるならどうぞ、あの、お好きなようにって。だけど、その、それ以上ね、その減らすってなると、それ人口減らしてでしょ。 それって何、何優勢学なんですかその、誰減らすんですか生物さんが100億人が多すぎるっていうなら、じゃあ、ど、どこから減らしましょうかっていうことになるでしょえ、誰が決めるのつまり何、何今日、今日のスタジオに来た皆さんはもう必要ないから、あの、帰りのあのところで屠殺しますって、そういうことつまり、人間を、その、減らすっていう方法は、すべて悪質な、 とんでもない、その、あってはならないことにつながるんですよ。で、優劣をつける以外に、その減らしようはないでしょだから、その人間の多すぎる人口が増えすぎるって、これを論じたり、これを話題にすること自体が、もう、あの、えー、強制収容所のガス室に賛成する思考回路なんですよ。その、その歯車に自分が参加するんですよ。で、これが、 地球の環境を守りましょうという多くの,その運動に関わっている人たちがまんまと思考停止のまんまバカみたいにはまっている罠なんですよ。地球が人間が多すぎるから困るんだって、そのあなたがそれを口にした瞬間にあなたはもうあのヒトラー並みの,あの優勢学の信者になるわけ。あなたがその その人口ベラシを今現にその製薬会社や国際機関が進めている人口ベラシの計画にその無意識のうちに賛成してるわけだからその地球の問題と大地の干上がってる問題と人の人数をつなげるところにその大きな手品、大きなマジック、大きなペテンが潜んでるんです。人が多すぎるんじゃなくてあの 悪さをしている人が権力を握りすぎてるんですその経済政策を決めてる奴が多い、多くないんですよ。人口で言うと多分0.01%の人たち、その特権階級、その決定権を握っている人たちがやってることがその地球を蝕んでる。それは言えるかもしれないけど、人の多さとは関係ないし、多くの人がその 植物や、えー、その、草食動物や、金と土と炭素と仲良くして、多くの人が関われば、その、あの、巨大な農機具、巨大な機械とか、巨大な装置を使わずに人力でできるかもしれない。だって、現に日本の、あの、ね、 100年以上遡って例えば江戸時代まで遡るとみんな人力で田植えしてたじゃん。田植え歌を歌いながら。そういう時はもう猫の手も借りたいんですよ。あの、多く、えー、参加する人たちが多くいればあの、たくさんのことができるんです。だから僕らがその人が多すぎるっていうその勘違いと自分たちのそのや役割を履き違えてるところにその ある種の無力さこの映画でも出てきたんだけど無力さがあってそして自分たちがあのよく考えれば絶対肯定しないはずのことをあの安にその受け入れて肯定してしまうそこがあの一つの罠としてあぶり出されるような気がします。あのこの映画えっと 石油のことはちょっとだけ出てきて、例えばその、えー、チェスピックワン、メリーランド州で、えー、大規模に農業やってる彼が、その、石油を燃やさなきゃできない。で、例えば飛行、あの、飛行機飛ばしてる航空会社はそれしかない。だからその、その、炭素固定権取引に自分は関わってるって言ったけど、その、石油、 についてね、もうこの映画は別にそれを掘り下げてはいないけど、あの、この映画でカリージョさんや他の人たちが言ってる、その、えー、時間軸を長くして考えるって。これを、あの、石油と繋げて同じこと、同じように思考の、あの、タイムラインを広げると、あの、面白いことがいろいろ見えていくるんですね。あの、今年、どこの放送局も騒いでなくて、 残念ながら文化放送もね特番作らせてくれないんだけど僕今年すごくあの50周年の年としてあの結構あの個人的にはもうビンビン来てるんですん50周年何が50周年かというとオイルショック50周年です今から50年前1973年「ショックやわ」ってなったんでねあの石油が ななくなるってでね僕はその時あの日本と何のつながりもなくまさか自分がねこんな中目黒に行くとは全く想定もう日本列島が地球のどこにへばりついてるか何にも分かってなかったんだけどでもその時僕はデトロイトにいたんです。でデトロイトはもう全てが自動車産業とつながる。 もうサービス業も含めて全部自動車産業がどうなるかあの愛知県にトヨタって街があって僕の,あのふるさとと姉妹都市なあのセントレアの名古屋の飛行場から直行便飛んでるよデトロイトトヨタもそうなんでねトヨタのもう飲食店だって全部その自動車の景気で自動車の経済で。 で、その町に育って、ビナード家は僕以外はもう全員自動車産業関係なんですよ。じいちゃんも。うち、あの、12歳の時に父が死んだんだけど、あの、もう死ぬ日まで自動車産業ずっと関わってて、みんなそうです。だから、あの、6歳の少年にとってはすごい衝撃だったの。その、石油がなくなるって。え何これ、これ全部パーって言われたんですよ。 だって、専門家が、連日、テレビに出て、石油が、もうピークオイル、もう過ぎました。これからもう、あの、減っていくから、もう、石油やめなきゃいけないって言われたんですよね。で、僕、あの、ちょっと、まあ、素直っていうほどじゃないけど、でも、そんな、専門家も言って、みんな騒いで、しかも、現に、その、ガソリンの値段上がったんですよ。めっちゃ上がったんだよ。で、みんな、あの、なんか満タンにできないとかって、 それまではもう普通にガンガンもうフォードのでっかい車に乗って、俺だって6歳の時にすでに運転させてもらってるからね、その、あの、父親の膝、あの、足は届かないよ。でもこうガーンってやるんですよ、田舎で。もうデトロイトはもう赤ん坊、もう、おぎゃーって言ったらもう運転が始まるから、だからこの車が、この車にまつわるすべてが、 その石油の上に、ガソリンの上になっちゃってるわけでしょそのガソリンがなくなる、もう終わりだよって言われて、へ、えー、っと思って、結構深く刻まれたんですよ。で、なくなる、なくなる。その時はね、あの、30年後にはもうないって言われた。今、今年は50周年。30年後には石油ないって言われたんです。 なくなりました石油。使いまくってて、めっちゃ扱ってて、埋蔵量が増えてるの。1973年より今の方が増えてるの何が起きてるんですかおかしいでしょだから、石油が化石燃料だ。あるいは、あの、恐竜とかいろんな、あの、プランクトンとかの死体だって言ってる。本当ですか 嘘800でしょあれ、地,地球の奥深くから湧いてんだよ。途中で微生物加わるから有機物に見えてるけど、違うんですよ。増えてるんですよ。ずっと増えてるんですよ。増えてるのは現実な埋蔵量。で、その、いろんなこと言う。今、今シェールガスが取れるから、シェールオイルがあるからとかって言う。ちゃう。増えてるの。増えてる、その化石燃料がなくなる、なくなる、なくなるこれいつまで閉店セールやってんだよ、お前ら。 半世紀以上閉店セールやってお互いめないの。これおかしいでしょだから、その、僕らが化石燃料、そして排出、そして CO2、そして減らす。だから自転、電気自動車変えてその、そこに組み込まれてるけど、その大前提が、あの、詐欺ですよ。大前提が作り話なの。 で、あの、アーサーがそんなこと言って、もう陰謀説だって言われても結構なんです。もうどっちみちキリスト教原理主義者扱いだし、右翼なのか左翼なのかもうわかんなくなっちゃったんだけど、その、でも、定説がおかしいっていうことは、多分皆さん共有できるはず。だって、オイルショックから50年経って石油がなくなってないっていうのは、その、少なくともそこは専門家が、 堂々とテレビで言ってたことと現実が真逆なんですよ。だからって言って、僕の言ってる地中から湧いてるっていう話は、あの、もしかしたら違うかもしれない。僕は地質学者でも何でもないし、詩人なんだけど、でも、その大前提を疑るところから僕らは、あの、 組み立て直さないと、次の罠に、自然エネルギーの罠にはまる、えー。その電気自動車の罠にはまって、で、大事なものを失っていく。時間軸を長くすれば、例えば、1万5千万年前まで遡れば、縄文の人たちが、もう、劇的な温暖化を体験したんそれと、今の温暖化はどうなの同じことが起きてるでしょ、えー、当時は、 近代化の工場の石炭の排出はなかったけど、でも起きた。じゃあ、そこをどう考えるかっていうことをやるべきです。で、その炭素についても、その実際に起きていることは、地中にあったものが大気に出てる。でもそれだけの問題じゃないでしょ水の、あの、サイクルが壊れてるし、気候の、あの、カリージョさんも、 あの、堂々と、あの、まともな科学に基づいて言ってたけど、気候の減少の95%は水によって引き起こされるし、水がどうなってるかで変わる。だから、異常気象が起きてるって、それはそうでしょだって、あの、水がおかしいんですよ。水、あの、大地に水を、あの、はらむ能力がないんですよ。だから、それ、が起こるんですよ。で、あの、ったかくなってる。それも、 起こりますでもそこをあの僕らが争っても多分あのそこに本質的なその議論の,あの対立がなくてそのもっと大前提から問い直す必要がある、えー、とだいぶ、ね、ホットケーキのいい匂いがしてきてもう焼き上がってるものもあって、ね、ど,どうですか食べられそうなの じゃあ、ホットケーキを、あの、皆さん、セルフサーブで取って、そっか。で、蜂蜜もあるわ。よかったね。なんか、かけるものをまた買いに行かなきゃいけない,い。<laughs> よかった。で、えっと、まあ、僕はちょっと最後に、あの、最近、えー、文化放送のラジオの番組で、気づいたことを、あの、ちょっとこう、おまけみたいに、あの、喋ろうと思うんですけど、あの、多分、 ホットケーキを、あの、取りながら聞ける程度の話なんです。あの、文化放送で <laughs>、毎週金曜日に、あの、えー、ラジオポコリポコリ、朝日などラジオポコリポコリっていう、あの、略してラジポコっていう、ちょっといやらしいあのタイトルになるんですけど、その番組やってて、今日番組を、あの、作ってる仲間も、あの、来てくれてるんですけど、 あの、猫をテーマに撮った、あの、一週間分、その、番組があったんです。で、猫について、いろんな、もう、文学者はもう、猫、あの、いっぱい書いてるし、で、うち、あの、今、猫、ソイちゃんっていう猫が来てて、今日、あの、遅刻しそうになったのはずっと猫と遊んでたから、ね、<laughs> <laughs> 出遅れたんだけど、その、イムセ・マスジが自分の、その、猫、 庭で飼ってる、外で飼ってる三毛猫と、その庭に現れた蛇のやりとりを書いてて、で、それが素晴らしいエッセイ、もうさりげなくいろんな面白いことを書いてるんだけど、出だしがすごく面白くて、今年の夏、私のうちでは庭にトカゲを見かけなかったって言うんですいつも夏になると、 緑、あ、いつも夏になると、縁の下から、這い出て、えー、庭をちょろちょろしたり、石の上で日向ぼっこしたりする。えー、うちの三毛が、おそう。で、そのトカゲ。で、三毛が、その、猫がトカゲを加えると、自慢そうに人間に見せて、見せてから、えー、どこかに捨てていく。 それが今年の夏は一匹もトカゲを見かけなかった。気候のせいかもわからない,いつまり、イブセマスジがまさに気候変動。気候の危機を体験してるんです。それを書いてるんです。で、トカゲだけかと思って読んでいくと、そうじゃないんですよ。この、 いろんなな生き物ガガマガエルも出なかったんで,で他の昆虫の行動も毎年例年と違うんです。でこれがつまり、えー、気候危機だっていうような書き方をしてるんです。でそれを書いた後にまあそのいつもと違って今年の夏はこうだったって言ってそれで蛇の話に入るで,で今のそのマスコミとか今のその まあ、それこそ文学者も含めてみんなが書いてるのと、どこが違うかっていうと、CO2 は出てこないんですよ。CO2 のことは言ってないんです。あの、いつもの夏と違う。今年の夏は特別だった。何か気候がおかしいって言って、そこで収めてるわけ。で、これは、あの、いつの文章か。ね、あの、巻末にちゃんと記してやるんですけど、ええー、 昭和29年ですよね。え、1954年。つまり、1954年に、すでに、異常気象、気候危機が起きていました。でも、そんなこと言ったら、1万5000年前も起きてたんです。つまり、いつでも、初めて、いろんな現象が起きるんです。毎年、毎年。今、今年は、大変ですよ。北海道で熊笹が枯れてるんですよ。 もう大変でしょあの、東京の人は知らないでしょ興味もないでしょ何も関係ないでしょでも、北海道、全土で、いろんなところ、全土で、いろんなところで、あの、熊笹が枯れて。枯れるっていうことは、要するに、あの、種を出して、危機を乗り越えて、自分を。竹もそうなんですよね。いつもこう、増えていくんだけど、ある時、あの、種を作って、枯れて、それで次の世代に行く。で、それ、そういう時は、大変な、 もう、もう、世の中はひっくり返るぐらいのことが起きるとか、ってみんな言うんです。だから、今年は熊笹が、北海道の異常な話題になっている。で、それを、あの、指定しないんですよ。大変なことがダイナミックにいつも起きてるっていうのは、あなたの庭が、今年はもう今までにないことが起きるっていうのはそうだと思います。いぶせます字もそれを書いてる。だけど、それが、CO2 の、 あの、が原因だとか、それが、えっと、国連が言ってる気候変動が原因だとか、そこに、あなたがそこに到達すると、ネギをしょったカモなんだよ。そこに入ると、あなたは、もう、全部もう、命まで、骨の髄まで取られるんですよ。そこはもう、そんな、ぼったくり場並みに、やばいんですよ。そこに入っちゃいけないんですそれは用意された罠なんだ 初めてダイナミックにいろんなことが起きるっていうのは事実です。異常気象は100年前も200年前も1000年前もあったんです。地球はすごいんです。地球をバカにするな。地球はあなたの理解とあなたの力をもうはるかに超えたことを普通に日常的にやってるから、だから地球を軽く見て CO2 だって、そのどっかの、その用意された衛星科学の定説に はまるんじゃなくて、観察して書けばいいんですよ。イブセマスジは別に国連の気候変動説に貢献しようと思って書いてるんじゃないんですよ。だけど観察してる。で、この観察の積み重ねが僕らの豊かなエイになる。だけどその観察の積み重ねが誰かの定説にはめられちゃうと僕らが騙されるわけ。そこが問題。だから僕は、その、コロナペテンに関してもそうなんです。 コロナペテン。あの、これ、これ、これが欲しいんですよ。俺、これが欲しいの。その、コロナウイルス、オミクロンでもいいよ。あの、デルタでもいいんですよ。もうどんなギリシャ文字でも構わないけど、存在し、存在証明出せよ。ないんですよ。その、分離して、これだって見せてくれよ。 あの、その、どっか BBC の、あの、その、えー、裏方が作った、あの、プラスチックの模型のコロナウイルスじゃなくて、本当の、あの、存在証明が欲しいんです。それがないの。で、地球温暖化が、その、CO2 によって人工的に引き起こされてるという存在証明もないんですよ。だから、存在証明のないものは、定説の罠にはまらずに、自分たちが大切に、 観察して、それで、いつもあ、新しいことが起きてる地球なんだっていうことを、あの、忘れずにいればいいんです。あの、北海道の話多いんだけど、北海道今年は、あの、大変な暑さだったらしいんですよ。聞きましたニュースでやってましたよ。今、えっ、ー、と、8月の23日の、えー、STV ニュースの記事、ネットから、 プリントアウトした。でも HTV だけじゃないですよ。もう全国ニュースにめっちゃなってて、いっぱい取り上げられてたんですけど、札幌で観測史上最高36.3度を記録。危険な暑さ。北海道の小学校で休校。午前授業だけ。で、午前授業相次ぐ。HTV、あの、地元メディアが伝えてます。すごいことですね。 大変ですよ。36.3って、もうこれ、記録的な暑さ。今までにない暑さ。すごいことなんです。で、記事を読んでみると、各地で35以上の猛暑日となりました札幌では、午後1時57分に36.3度を観測して、 1994年8月に記録した36.2度を超えて観測史上最高の気温となりました。聞きました今年の8月に36.3度記録したんです。で、これがこの記事による、もう見出しが。 もう観測史上最高って出てるんです。だから今までにないことが起きた。だけど、記事を読むと、1994年ですよ。何年前 ?29 年前ってことそういうことだよね。29年前の同じ8月に36.2を観測した。30年経って、36.2が36.3になって、 何を言ってんだだからどうしたって。この、記録もくそないでしょだって30年前の気温計と今の気温計は違う機械になってるんですよ。30年使ってる、あの、可能性ゼロですよ。機械を変えたら0.1度は誤差ですよ。同じ機械でも30年経ったら誤差ですよ。誤差を見出しにしてるだけなんですよ。 30年前に、その36.2を観測して、この29年間で、で1一度しか上がってないというのは奇跡ですよ。すごいですよ。地球はえ偉い、えらい。地球は偉大ですよ。なんでかというと、僕は実は94年に札幌行ったことあるんですよ。で、今年も何回も行ってるんですよ。 街が違うんですよ。29年前の札幌は木造が多くてビルが少ないんですよ。29年前の札幌で個人の家でエアコンつけてるバカはゼロですよ。今みんなつけてるんですよ。なんでかというと騙されて気候変動を信じ込んで今までにない暑さだって、で、それで1ヶ月の暑さのためにバカがエアコンをつけるんですよ。 ということは、この29年の間に、出害気が100%増えてる。もう、あの、100倍に増えてるんです。で、それなのに、気温、札幌の市内の午後の気温ですよ。0.1度しか上がってないということは、札幌の、その、空気を入れ替える地球の板の網がすごくて、その、劇的に、激増した出害気が出してる熱風を、全部地球が飲み込んで緩和してるということ。 喜んでください。地球は死んでないし、追い込まれてないし、あなただけが馬鹿になってるっていう話なんですよ。これを真に受ける必要はゼロですよ。日本のマスコミは、その、国連の気候、危機、PR のプロパガンダの手先になり下がってるだけなんですよ。で、あの、いや、今までにない暑さってか感じてるなら、静かに観察してかけよう。俺に言って、その CO2 の話じゃなくて、 その、もっと深めてい,くいこうよ。で、何が起きてるか。でも、事実、ね、として、一つ言えることは、この東京も含めて、出外機が増えてる。あの、エアコンが増えてる。そうすると、巷の暑さは半端ない。それを自転車に乗りながら、僕は、あの、いつも感じてるので、暑い暑いっていうのは、まあ、ある程度共有できるけど、その、原因については、皆さんともっと、あの、 その定説じゃないところで掘り下げたいなと思います。あのこの謎の物体ね、全然あの説明してなかったんだけど、これがえっとマサイの皆さんがその父を絞ったときに使う器でここにシュシュシュ,シュって父を入れて、それであの発酵させて飲むで。でここにあの金がいる。でこれを譲ってもらったんだけど、実はその 木の棒も、あの、ケニアから運ぶべきだったその、特殊な、その、えー、オロイリアンっていう、マサイの人たちがオロイリアンと呼んでる、すごく硬い、あの、その、ライオンをひっぱたく棒にも使う、あの、その、木があって、その枝で、えっと、発酵させた後に、これを受水で飲んで、それでいぶすんです。で、火をつけて、 火がついたらこう中に入れてこうやってで炭をつけていぶしてちょっと熱してそれでまた発酵させるだからすごい燻製のヨーグルトみたいな感じになるんですけどあの残念ながら日本にはオロリオロリ,リアンっていうあのオロリリアンの木がなくてで昨日そのマサイの友達のジャクソンさんにいろいろ相談してあの僕が北海道から運んだのは 白樺と山椒の木、あの、アポイだけでもらってきた。多分山椒の方がちょっと近いかな。だから昨日、あの、夜、あの、うちの屋上で無断で火をつけて、あの、よかった、警察が来なくて。で、ずっとこれ、あの、いぶしてたんですけど、まあ、ね、こういうふうに、その、謎の、その、発光、謎の微生物と、その、触れ合うことでもしかしたら僕らが、 ね、都会にいながらも、ちょっとその、土の中の世界と、あの、近い、あの、感覚になれると思うし、この映画の最後に出てきた、その、みんな、猫の死体であっても、その土と関わることで、あの、変化を引き起こすっていうことも、あの、僕もできると思うので、えー、できることがないと思わないで、あの、一緒にいろんなことを試していけたらいいなと思います。で、これから、 ホットケーキですけどレイモンドさんが言ってたように、ね、農業はここまでが農業なので皆さんこれからあの農家になって、えー、むしゃむしゃあの食べていただけたらと思いますどうですか、はい、渡辺さんあの深まりました CO2 の <laughs> 深まるっていうかまあ要するに適当に CO2 って言ってんだなっていう うん、感じ,じゃないですかだからいや今ねあのこっちこう9月10月に入ってでみんななんか涼しくなったとか言うじゃないですか。ね、だってあの夏の間は暑い,暑い,暑い,い,暑いって言ったでしょ、うん、それが要するに10月当たり前だよねだってさ、ね、地球とさ太陽のさ距離とかさ、はい、か角度あの、はい、とかさ変わってないわけだから。そう ということはさ、その来るエネルギー量っていうのはずっと変わってないわけじゃん。まあ太陽が思いっきりね、そのフレアが増えたとかいうときは少しはそのエネルギーが増えるけど、電磁気も来るしね,ね。だけど基本的には変わってないわけで <coughs>。そう。でもほら、その回るのが楕円形だから微妙に変わるよ。あの周期でいや周期で変わるけど。だから温暖化したり寒冷化したりするんですよ。だからいやで結局ほら秋になり秋っぽくなってそう。 秋秋っっっっぽくくじゃん<さ>足秋らしくない、はい、今日本語は間違てててる多分ねいやこれでさ世の中の中人がさ温暖化騒いいいで暑暑死にそうだかってる人たたち冬になら寒寒くなるかかららってこれいよ昨日寝えし温暖化ってさあんま言わない方がね いいんじゃないのって。だから、気候変動に変えたんですよ、ね。で、それで、だから、要するに、いや、そのさっきのエアコンの話もあるけど。で、僕ずっとエアコン使ってないけどね。僕もう。うち、うちないしね。で、そうするとさ、いや、暑いよ、夏はね。そう。汗もなあ、で、<laughs> さ、そう、甘んじて受け入れりゃいいじゃんって。そう。その通り。ね、冬は寒いのはさ、甘んじて受け入れりゃいいじゃんって。そう、あ、いっぱい靴下履ける。僕だってね、あの、いや、冬、冬寒いとて起動するかっていうと。散歩に出んの。うん。 歩くとね,ねで帰ってくるじゃん部屋あったかく感じそうねそうねだってそんなこと昔やってたわけじゃんそ<う>夏になってもさやっぱ湯ずみに行ったりとかさそ<う>かなんでさそのなんかあの石油の話もそうだけどいや使うなとは言わないしで便利なものを享受するのは別に悪くはないけど必要以上になんでそんなに便利になんなきゃいけないのそうね だからその少しの便利はさまあ別に欲しきゃいいけど欲しくなっていれば使わなくてもいいし手に余るほどのだからそのなんだろう便利だとかそ,そういうものを手に余る以上に欲しがるじゃない、うん、だってな <laughs> そのよく僕これ前からずっと言ってんだけどさ夏にさ冷房の温度をさ今だいぶ上げてきたけど昔は20度ぐらい設定してたわけそうなんだ、ね、オフィスなんかはね。冷蔵庫で で冬どうすするるかって言ったら25度に設定するんだよ <laughs> それどういうことって <laughs> そ,れそれだけでもおかしいじゃんってだからそ,そういうことなんで考えないのってずっと言ってたんだけど「よどって暑いんだもん」とかさ<う>「どって寒いんだもん」<laughs> じゃあさあのずっとさあったかいところに行けばいいじゃんとかずっと寒いところに行けばいいじゃん赤道にケニアはまあ標高高いからいい気候ですけどね。だからそのえっと 今地球が危ない今もうやばい今あの大変なことになってるって言ってる人は多分うぬぼれいやうぬぼれっていうかさだ,だって今がスペシャル。 私の今の風邪はただの風邪じゃなくてオミクロン株なんだってこう検査してこうそこを言ってほしいいやだからそうでだ私はスペシャルだから私たちは今もうただの暑さじゃないんですよ記録的な暑さってそうそうだからさそのスペシャルって分かるんだけどだからさそのさっきのね言ってるけど地球がさ何億年って 時間が経ってるわけじゃないのでもお前のさ一生なんてさそ,それこそさお前の一日なんて地球から見たらさどうってことないことじゃないのそれをさその変動したとか何だとかっていうレベルの話じゃないでしょですね、まあ、そ,そういうのもなそういうこでもこ,あのこういう話してるとあのあのキリスト教原理主義者とかに、ね、言われるよまあでも大変ですよまあでもそんなもんだからね一応ね <laughs>、うん、まあキリスト教徒だから。 いやでも本当そういうところをや,、うん、あのやっぱこの映画で言ってるその時間軸の。だからなるべくだからその何だろうあのななんていうの、まあ、あんまり調和調和とも言いたくないけどでもそのい,いろんなも、まあ、自然に対してとかなんかそういうものに対しても、うん、ある程度の調和を取るのよりも考えてい,っていけばね、うん、でそれ,それあの要するに例えばさ何だろう 多少自然を壊して生活していくにしてもいいいやそれ自覚した方がいいじゃないん無自覚にやっていくからこういつまでもとこうどん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 膨らんでいくわけでだからそのねあの俺もよく例に出すんだけど北海道で前ほらあのトンネルが崩落したじゃない。であれさ地図で見るとさ山があってで真ん中にトンネルを折ってんだけどこの周りにさ海沿いの道があるわけね。で大したことないんだよこれ。 まっすぐ行くのもこれもあんのも大したことないのに穴掘ってで崩落してさ人が死んだから騒ぎまくるわけじゃんいやだってさ山の中穴掘ってさでそのトンネルがさ崩落しないっていうさ理由はないわけでしょってでそれはさそので別にそこ通るのはいいんだけどそれ崩落して潰れるそのリスクをちゃんと追って使いなさいよっていうさ、うん んかねうん、だからそれを作,作る人もさそれ考えなきゃいけないし使う人も考えなきゃいけないのにそれ全部そういうのなくしてで便利だからとかっていうのでそういう,そう,いう生活してて、ね、だかそういうことを考えながらトンネルホールでもトンネル通るでもいやリニアだってそうじゃん、うん、リニアだってさ「いや掘りたき掘れよ」って思うわけ。 掘るのはいいよだからさ金欲しい人が掘るわけでしょっていや俺たちの金は掘るんだよ <laughs> そうだけどさ俺たちの金で掘ってるんだよい,<や>いらない穴は <laughs> それはムカつくよいやいやむかつくけどでも要するに金って回んなきゃいけないわけだからいやそんな回し方ぼ僕らに戻ってこない <laughs> 戻ってこない、ね、いってこないやい,いやいやいいや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 いだけだリニアだって電磁波被曝でかいやだか,らさだからそれもだから乗るか乗らないかとかでもあのそ今度は新幹線なくすよ <laughs> だって重席もなくすんだよ今年からくれから重席がなくなるよだからどん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 そっちの方向に行ってて僕らがその逆方向に行けるあのキロがいろいろあったりするからいや,い,やいやそうだけどさだけどいや僕はだからなんだろういややりたきゃやればいいけど。 ね、でそれをちゃんとそのやった人とか決めた人がきちんとそのデメリットまで考えるとかそれゃそうだよでも渡辺さんが言ってねちゃんととかきちんとって言ったでしょちゃんとときちんとってあの日本語の擬態語が2つ出てきたんだけど人類の歴史においいて権力者がちゃんんととやったことは一度もないんです <laughs> そ,れいいそれから人類の歴史においてあの経済を回している連中とか専門家が だか,らだからそれを期待することはできないんだからそうじゃなくてその期待するんじゃなくてそういうことがじゃでそれほどは分かってる人もいるわけじゃん。うん、でさそれを分かってる人たちがじゃそうじゃないことをさかなんて行動していけばいいわけでいやそれはさななんていうの例えばこうわわわわ触ることではなくてだってその国民全体がどう,どういう、まあ、何が正しいかっていうのは絶対的なものはないんだから。 どういうう方向にど,うどうしたいかっていうことをコンセンサスが持てるようなその仕組みを作っていかなきゃいけないそう、ね、コンセンセサス持っても無視されるいやだからそ,そういうことも含めてね無視されるをされないことも含めてでそれをそのなん僕見てるとねこれ,これ言うとまたあのなんか左翼の批判だとか言われそうだけどそのさわわわわ騒ぐことではなくて。 デモにも意味があることもあるとは思うけどただそうじゃなくて,そのなんてうの仕組み自体をきちんと考えてでそ,うそうなるようにどうやって持っていくかっていうことを考えないとだってそれは例えば日本においてはさアメリカはいいよまださその抵抗権があるからねだから政府に対して抵抗すればいいんだから。 いやだったらさあのピストルでバーっていけばいいんだけど日本はないわけだからってことは選挙しかないわけじゃん。それ,それも教えないわけじゃん学校では要するにその通常の憲法には抵抗権があるんですよと政府に対してね。だけど日本はそれはないんだからそれあるとすればもう選挙しかないんだよってことをきちんと教えればもう少し考えるじゃん。 でも人類の歴史においてきちんと教えたこと一ロもない。<laughs> だからきちんとはないよい。いやそんなことないと思うよだってさ、い,いやそれはさだって例えばまああのえっとトランプだってで大統領になるまではとってもいいこと言ってるもん。だ ああそううだと思うよそんなこと言ったらもうあのリベラルにもう劇的に嫌われる <laughs> 僕よりもっと嫌われる <laughs> だってそんなもんさ演説聞けば分かるよあわ分かるけどトランプの顔見ただけでみんな拒否犯だそれでそういうこと言ってるから<う>だからきちんとできないんだだからきちんとできないでしょ ね、だから物事を考えるときに僕も原理主義者だとか言われるからね,ねそうすると僕基本的に物を考えるときはユークリッド言論の基本のところでいくわけ <Okay. S 2> 公理定理が正しを決めた上で論理をどう組み立てるかてそ,、うん、それは本質じゃんう、ねそうね、公理定理、うん、そう,そう <で>僕も基本的にはそ,うでそうじゃないようにおこう世の中が作られてるわけじゃんそ,、ね、そこは見ないでねっちょっと存在主義存在証明もない、ね、そこを見ないでねっていうさそういうことをなんかもっとんだろうあのこうみんながそこを考えるような教育じゃないと思うんだよね教育じゃなくてその世の中の,その雰囲気というかさ、うん でそれがその成り立ちを作っていくんでだから権力者が今ね <えっ S 1> 権力者権力者って言うけどなんで権力者がいるかって言ったらみんなが権力者でいいと思ってるんだ、ね、まあね。専門家もそれでだってそれはさ日本なんか特にそうだけど、まあ、ほぼ有史以来さいろんなこと起きてるね天皇が支配しててでそれから将軍が支配あれ全部さ権力のさ平行移動しかしてないわけじゃん。で,それでかったたらさその市民が自分たちは 統治する気持ちもないし面倒くさいから統治されたいよっていうことでしょで、多分みんなホットケーキ食べたかっ,ったと思うんだけど <laughs> ねだからそんなもんだ<の>どうですかその CO2CO2 ねだからいや CO2 はだからいまだに分かんない本当に CO2 が温暖化の CO2 によって温暖化になってるとは思えないんだよね。ですね。 うん、多分そのね映画に出てくる多くの,、うん、その実際にあの生き物と土と直接関わってる人たちは、うん、あのそう思ってないしだから,だからあの結局その現場にあんまり関わってない人たちが間、うん、に受けててその人たちの人数が圧倒的に多くてで大きな勢力がこの経済を、うん、この、えー、低炭素カーボンニュートラル っていうそのからくりで次の儲けを回そうとしてて多分そういうことですよね。だからじゃあだってさそのなんだその石油をねもして要するにさえっと C 六と H 六とさ多くっついてるやつを燃やすと CO2 が出てくるよって要するにその化学反応なわけじゃん。でそれ言うんだったらじゃ CO2 をばらすだけの話じゃん。それを CO2 減らそうってさいや減らないよってだって。そう。 C の数も、o、の数も基本的には減らないよっで、うん、それをだから木がやってもたまらないんだったらそ,<う> <laughs> そのさ買ったり売ったりするんじゃなくてもうちょっとさその、ね、工業的にさ分離できるんじゃったらすりゃいいじゃんって<や>でそういう方向には全然いかないわけじゃだってあのみんなね今日コンビニスーパーに行っていろんなもの買ってきたんだけどあの多分その飲料の中にはその。 蓋を開けたりこう缶を開けたりするとプシッッてなるの入ってると思うそれあの炭酸って言うんだけどあのこの映画に出てきた二酸化炭素 CO2 と何が違うかっていうと呼び名が違うだけだから CO2 減らしましょうって言いながらプシッって言ってコカ・コーラ飲んでるやつはいや自己矛盾もはなはだしいやいや減ら,だら,減らしてていって別にそがで、ね、きあのあれも機が あのあだってエネ,ルギーのエネルギー保存則で考えればここのものが外出て全部出せば一緒なんだけだって今クーラーめっちゃ効いててもう寒いよ、うん、も寒いよ <laughs> ねだからそう,そういう意味ではだから C の数も O の数も増えてるわけじゃないので,です、ね、だから確かにそれが CO2 として増えるっていうのは分かるけどだったら CO2 何とかすればってそう思うんだったらやれよってその売り返すんじゃなくて、うん、そうでも僕の税金でやらないでください、ね <laughs> ありがとうございます、はいえと。皆さん長く聞いていただいて、えー、ホットケーキがだいぶもう一人二枚三枚となってるのでこう、はいう<の>、まあ、くだらないこともね外人力でしゃってる、ね、そう,そう,、ね、そうあの実はこの番組っていうかこういうやり取りをダラダラダラ,ダラダラとやってるのが外人力であのまあ耐えられる人はぜひ。<う>あの。<laughs> 次も多分多分そのうち次もやる。2>, ね、2時間以上ねダラダラ。だらだらそうそうそう。でも面白いよねあの僕がガンガンと一人で喋るとあのすぐバーンされるけどあの渡辺さんとダラダラ同じ話をダラダラしててなんかユーチューブ反応しないっていうか <laughs> あのバーンされないのであのなんかダラダラの効果はあるなと思ってますどうもありがとうございました。はい